てめえ何言ってる。試験官はついてこいって言っただけだもんね。てめえどっちの味方だ。ねえ君いくつ。12歳。ふーん、同い年ね。うん、やっぱ俺も走ろうっと。おお、かっこいい。俺切るわ。俺はゴン。生きてるよ多分。何してる人。殺人鬼。あ、両方とも。そこかよ。本当面白いなお前。え、マジ面でそんなこと聞き返してきたのお前が初めてだぜ。だって本当なんでしょ。なんでそう思う。なんとなく。おかしいな、どこまでが本気かわかんないってのが俺のチャームポイントだったのに。うん、ゴール。やった、俺の勝ち。何言ってんだ、俺の方が早かっただろ。俺だよ。俺だって。俺の方が早かったんだから、キルはご飯おごって。何番引いた。キルアは内緒。安心しろよ、俺のターゲットはゴンじゃない。俺もキルアじゃないよ。お前との差は。ここちょっとムカつく。じゃあキルアはどこなのさ。俺か。まあここだろうな。俺って謙虚。これどうやって開けるんだ。いろいろ試したんだけどどうしても開かないんだ。ちょっと力入れていいか。いいよ。よし、ふんげっ。ダメだな、普通の箱じゃねえよ。ただの鉄箱だったら簡単にネジ開けられるのに。よーいどん。バカ。グリードアイランドに関する秘策ってのはよ、お前の作戦頼みなんだぞ。でも確率は五分五分だよ。最初 70% とか言ってなかったか。なるほど、そりゃ面白い。っていうかそれしかないって感じだな。現実的でかつ堅実。おう、五分五分どころか8割方成功する。本当。ああ、いけるぜ。なんだよ秘策って。今はまだ内緒。全滅。もったいぶらずに言えよ。閉まるって、本当に閉まってる。とにかくゲームは俺に任せて、もう少し旅団の方を追ってみようよ。本当に秘策はあるんだろうな。絶対にうまくいくってわけじゃないけど。なんで奴らがここにいんのさ。知るかよ。へえ、釣れねえな。ハンターの資格取ったらまずうちの家族とっ捕まえるんだ。その首にかかってる賞金きっと高いぜ。帰ることがあったら。なのにひこんな。お前が先にやったんだろ。お返しだ。俺はわざとじゃない。キルはわざとじゃないか。自分の将来は自分で決めるって言ったら親兄弟切れまくりでさ。母親なんか俺がいかに人殺しとして素質があるかとか涙ながらに力説するんだぜ。ひってえ親だろ、グレるぜ普通。結局喧嘩になって母親の顔面と
兄貴の脇腹刺して家を出てやった。今頃きっと血まなこさ。来たら速攻返り討ちだけど。キルはどうかしたの？え？何が？俺の顔見てたでしょ。もう見てねえよ。嘘？嘘じゃねえって。なんか怪しいな。なんだよ、お前なんか見てねえっつーの。お客様。気色悪い。やーい、照れてやんな。照れてねえよ。人形はゴンのハンターライセンス。そういえばあいつと初めて会ったのは。もしかしてお前さ、ん？デートとかしたことあんの？うん、あるよ。いいじゃん、似合ってるよ。なんか恥ずかしいな、こんな格好初めてだよ。そんなことはどうでもいいから早く教えろよ、お前の心当たりの場所。うるさいな、今案内するよ。俺たちと一緒じゃまた危険な目に遭うから場所だけ教えろって。大丈夫だよ、死ぬかもしれねえんだぞ。こんななってよ、うぎえってなって。まあほとんどはミトさんとだけどね。ああそりゃそうかって。じゃあ他にも誰かいるのかよ。うん、クジラ島には女だけの漁船もたまに来るんだけど、中には年下じゃなきゃダメって人がいて。ん？お、シークレット。え、そうなの？ああ、それネットオークションでもかなりの高値がついてるぜ。じゃあ、あげるよ。いるかよ。あ、何かあったの？うん、別に。ジムで汗流そうぜ。町についてったりしていろいろ教えてもらったよ。いろいろ？こいつ大人だ。そういう人のことマニアって言うんだって。出た。キルはいろいろ本当にありがとう。あ、まあ目の前で俺一人で倒すからってはぶられたり、お前関係ねえからって言われた時は相当落ちたけどな。本当にごめんよお兄ちゃん。キルアはないの？デートしたこと。ねえよ、あるわけねえだろ。生活全部が暗殺の修行だったし、お前と会ってからはずっと一緒だろ。そっか、そうだよ。え、それ本当？なんでこんなタイミングで？もっと早く言ってくれればよかったのに。もう悪い。知ってるやつがいっぱいいるとちょっとな。まあ複雑な家庭の事情があってよ。ちょっとこっち。ほう、いい妹だろ。悪いけど、お前二の次だから。カイトも言ってたよ。俺たちどこにいても仲間だから。お、oh！